の鳴る言葉かなったな。だけど涙が溢れたのは、ああ結末は知らないでいたい。少し寂しくなるくらいならこのまま続いてほしいかな。80になると思ったの、君に明日はずっと来ないんだよ。すました顔で言われましても、時間も湧き合いしないんだよ。今日は外出最終回だと聞いたら、もう少しで終わりだとしたら、僕は今日何を食べるんだろう、誰と会えるんだろうな。